薄暗い井戸端から立ち上がった人影に名前を呼ばれた呼んだのは隣の女房のお滝だった遅かったじゃないかあんたお滝は男のように太くしわがれた声で少し非難するように言ったつい今し方までおおきくさんが来ていたんだよ。 何か大事な用があるんだってお菊というのは民事の別れた女房であるお菊がこの裏棚を出ていったのは半年前だったそれっきり民事は別れた女房には会っていないお菊が民事は立ち止まって すかし見るようにお滝を見た「おたきは亭主の吉蔵が大工の手間取りで子供が6人もいて吉蔵一人の稼ぎでは食えないからと自分も昼の間酔いと負けの仕事に出ている」だから夜の支度はいつも遅く今も米を研いでいるところだった。 ぼんやりした暗がりの中でおたきの手が濡れて光っているのが見えたその袖にたきちという五つになる男の子が寒そうに毛羽立った顔色で取りついている何か大事な相談がある様子だったよかわいそうに夜の仕事があるからって帰っちゃったけど。 おたきの声にはやはり非難するような響きがあった「だがあいつはもう女房じゃないよ」「あんた!」おたきは井戸端から揺るぎ出すように出てきてタミジの前に立ちふさがった酔いと負けで鍛えたおたきの体は胸も腰も厚みがあってそうして前に立ちはだかると迫力がある あんんたにっお菊さんは別に出たくてあんたのところを出たわけじゃないよ。あんたが博打に手を出したり女遊びをしたりまともに稼がなくなったからああいうことになったんじゃないか。亭主のくせしてあんた何にも分かっていないようだけどあの人はね博打なんてものが怖くて仕方なかったんだよ。 気が小さい人だからね女房に逃げられて少しは性根を入れ替えるかと思って見てたら同じだねもうここの裏棚であんたが爆打を打っていることを知らない者はいないよそれでもお菊さんは元は亭主だと思うからあんたに何か相談があってきたんだろうに。 それも考えずによくそんな冷たい口が聞けるね。民次は不意にお滝から目をそらしてその横をすり抜けるようにして家に歩いた後ろでお滝が「えんろくでなしが」と鋭くののしった声が聞こえた暗い軒の下に来て民次は空を見上げた。 空はまだ白っぽい光を残し西の方が幾分黄みがかって寒々と晴れているその中に星がいくつか輝き始めていた初冬の冷えは路地の中にもたまっていて家々の軒下には明かりの色が浮かんでいたが人の声はどこからも聞こえてこなかった 夏の間は今頃の時刻には路地に子どもたちがあふれドブ板を踏み鳴らして駆け回っていたのにその子どもたちはどこか遠い場所に行ってしまったように笑い声も聞こえなかった家に入ると民事は安んに火を入れ台所に入ると黙々と飯の支度にかかった 米を研ぎかまどに火を焚いて飯と汁を作るそういう仕事はお菊が家を出て行った当座はひどく億劫に感じたが近頃は慣れてそれほど苦痛ではなくなっていたかまどの火の前にうずくまり冷えた指先を温めながら民路は お菊は何の用があってきたのだろうかと思った民二が「お菊」と書体を持ったのは5年前だったその頃民二は今も通いで勤めている柳原岩井町の飾り職山源の職人で親方の原作に勧められて「お菊」と書体を持ったお菊は 浅草北馬道の同業の店で女中をしていて所帯を持った時は十九だった民字とは三つ違いであるお菊と別れたことは間もなく親方に知れたが親方の原作は何も言わなかった原作は民字が店の者のには隠してひそかに鳥羽に出入りしていることを知っていて そういうい民事を恐れているようであったそれでも店をやめろと言わないのは原作が気が弱くまた腕のいい職人である民事によその店に移られるのを恐れているためかもしれなかった山間では民事が博打を打っていることをみんなが知っていたが誰もお滝のように そのことを口に出して言うものはいなかった。飯を食っている間にも民次はお菊のことを考え続けていた用事というのは何だろうと思ったが思い当たることは何もなかった思い当たることがないのが妙に気がかりだった お滝に言われるまでもなくお菊が逃げ出したのは自分が悪いからだとわかっている二年ほど前山県の店に徳造という渡り職人が入ったその徳造に誘われて北本所のある旗本の隠居所で開いていた鳥場に顔を出してからやみつきになった 時々仕事を休むようになりお菊の意見にも耳を貸さなかった今では島町と呼ばれる大島町の博打の道元長兵衛の賭場に出入りして賭場の仕事を手伝うほど深入りしている民路を賭場に誘った徳造はある賭場で壺振りを抱き込みいかさまで人儲けしようとしたのが現れて 半殺しの目に遭い姿を消した「どうするか」飯を食った後のワや釜を洗いながら民子は時々手を休めた「鳥羽に行くのをやめてお菊に会いに行こうかと考えたのである」「行っても仕方ない気もしたが 目殺して飛ばに行くのも奇声をそがれたようでなんとなく気乗りしなかった話だけでも聞こう最後に民事はそう決心し洗い物の水を勢いよく切ったお菊は困った時や悲しい時には目を伏せ 顎を胸元にうずめるように深くうつむいてその姿勢のままでいつまでも黙っている今日自分に会えなくてお菊がどこかの町筋をそうして黙って歩いているような気がしたお菊がどこに住んでいるかは知らないだが働いている場所は分かっていた 二の橋を渡って川べりを少し西に歩いた松井町の裏側に飯も食わせ酒も出す扇屋という店があるいっぱいに広げた扇を墨で大きく絵に描いてある入り口の障子を開け中に入ると民事は目立たないように墨の板に座った店は混んでいた 飯を食っている客も二三人いたが、大抵は酒の客で、かけあんどんの光の下に酔って額を光らせた客が、しゃべったり、高い笑い声を立てたりしている。何にしますか、お客さん。女が寄ってきてそう言ったが、それはお菊ではなかったえれを締め盆をめた。 十五六の小娘だった民二は酒を頼んだすると小娘はびっくりするような大声で「お調子二本と焼き豆腐一丁!」と叫んだそのぐらいの声を出さないと奥の板場に声が届かないのであった娘の声が聞こえたらしく奥の方から男の声で返事するのが聞こえた その時二人連れの新しい客が入ってきて娘はそっちの方に飛んでいった途中から手を出してその娘の尻をなでるやつがいるそうかと思うと話が一段落したと見えて下手な小唄を歌い出す者がいる店の中は雑然としたざわめきと酒の香り 焼き魚の匂いに満たされていたその中をさっきの娘のほかに3人ほど給仕女が歩き回っているあんの光が暗いのと立ち込めるタバコの煙でその中のどれが大きくかはわからなかった女たちは同じ島柄の着物を着てやはり揃いの藍染めの前だれをかけている するとそのうちの一人が民次の視線を感じ取ったように不意に振り向いたその女がお菊だったその女がお菊だったことに民次は少し胸を打たれたような気がした同時にお菊の用事というのはあのことかもしれないと思った。 お菊は別れる時この店で働くことになったと知らせ民次はそれに対して働く場所を移るときは連絡するようにと言ってある用事はそれかもしれなかった博打の面白みが骨まで染みていてそのためにお菊が家を出ることについては上の空の気分でいた 出られて困る気持ちよりも苦情を言う者がいなくなって存分に遊べる解放された気分の方が強かったただ出ていくお菊にそう言ったのは身寄りのないお菊がメシアの女中からもっと悪い境遇に落ちていくことを懸念したのであるだがそれは無論約束とも言えない 別れの挨拶に似た言葉のやり取りだった大きくはもう他人だったしどこか他に民事に断りなしに務めを変えることもできたまたふさわしい相手が現れれば新しい所帯を持つこともできるのであるそれがその時の約束を守ったようにここにいて連絡してきたことが 民事を淡い感動に誘ったようである。振り向いたものの大きくははっきりタミジとは分からなかったらしく顔を元に戻したがすぐに驚いたように今度は体ごとこちらに向き直ると急ぎ足に近寄ってきた」。 何か頼みましたとお菊は小声で言った酒を頼んだ今は持ってきますお菊は他人行儀にそう言ったが民地に上体を傾けるようにしてやはり小声で言った「今日横浜町のうちに行ったんですよだからこうして来たじゃないか」。 そうですかどうもありがとうお菊はやはり他人行儀に行ったが思案するように首をかしげてから行ったお店は5つ午後8時に閉めるんですそれまで待ってくれますか少し話があるんですよいいよ俺は飲んでいるからすみませんでも あんまりたくさんは飲まないでちょうだい真面目な話なんですから「おい姉ちゃんやあんまり同じところでイチャイチャしてないでこっちにもシしてくんな」とカゴカキ風のヒゲ男がわめいたのをきっかけにお菊はタミジのそばを離れていった離れていくお菊の腰の動きがぎこちなく素人風なのを見送って 民は奇妙な気分を味わっていた別れたいというお菊をタミジは引き止めなかったそして二人は他人に戻ったはずだったお菊の言葉遣いが他人行儀なのも当然であるだが硬い慣れない身ごなしで反対の間を縫って歩くお菊を見ていると 自分の女房を他人の目にさらし物にしている強い羞恥心に心を捉えられるのも事実だった民次はお菊がかぶせるように上体を傾けてきた時かすかに鼻を打ったお菊の大衆のことを考えていたそれはつかの間であったが自分が捨てたものがどういうものであったかを 民事に悟らせたたようであっただが民次はそのためにお菊と別れたことを後悔したわけではなかった仮に後悔してお菊を口説いて元の鞘に収まっても同じことをもう一度繰り返すだけだということは分かっているなるようにしかならない。 そういうい場所に来てしまったのだと思っていた店が閉まる前に民次は外に出てお菊を待ったあまり待たせないでお菊は出てきて二人は町を抜けて五軒堀に架か,かる山城橋に出た橋には人の香りがにう 話とというのは何だねと民事が言った後ろの方に遠く常盤町の角に辻番所書の高張提灯の明かりが見えるばかりで辺りは闇だったそれでも堀に映る星の光が水に揺れ生き物のようにうずくまって動かない橋が見えた。 嫁にもらいたいという人がいるんですよお前をかええチクリと胸を刺されたような気がした一瞬二人の気持ちが今のように隙間だらけでなかった頃の暮らしのことが心の中を走り抜けたようでもあるそいつは結構だ とりあえず民事はそう言った。でどこのどういう人かねお前と一緒になろうというのは南本所の三笠町に駿河屋という薬種問屋があるそこの二番番頭で金吉という男が相手だった年は三十である金吉はよく二三人連れで 大に顔を出したそして新顔の大きくに目をつけたというわけだった薬屋の番頭かそいつは悪い話じゃなさそうだなでも私はもう若い娘というわけじゃないしそんなちゃんとしたお店の番頭さんの嫁などという柄じゃありませんよそう言ってお断りしたんだけど。 なななかなか聞いててもらえなくて店の旦那も勧めてくれるもので困っているんですそれで民次は少し冷たい口調で言った「俺にどうしろと言うんだいあらどうしろなんて」おきくは闇の中でハッとしたように顔を上げて 民事を見たようだったただ他に相談する人もいないしどうしたらいいかわからないもんだから話を聞いてもらおうと思って話は聞いたよ俺はまた「めかけ」「手かけ」といった話かと思ったがちゃんと嫁にするという話でそれも町で長通った店の番頭さんなら言うことはないじゃないか。 あれが奉公している家だと、この間はお店の前まで連れて行かれたんです。でも、なんとなく気が進まなくて。大きくは、民みに聞こえるほど、深いため息をついた。それから思い切った口調になって言った。あんたはもう、なんともないんですか 私がよそに嫁に行っても返事してよふいにおきくはこれまでの他人行儀な姿勢を崩していた民地にもたれるように体を寄せあえぐように言った「ねえ本当になんともないの私がどこかに嫁に行ってしまえばそれっきり 本当の他人になってしまうのよ。それでいいのね。押されて、民事はよろけながら、お菊の肩をつかみとめた。そりゃあ、なんともないとは言えないさ。寂しいよ。だが、俺たちがやり直しがきかないのも、わかっているだろう。だから、別れるところまで来てしまったんだ。 赤の他人になるのは寂しいにゃちげえねえが、お前が落ちぶれて、お女郎やばいになるよりはましだ。その方が、お前の幸せのためにいい。嘘鋭くおくがささやいた。あたしの幸せなんて、考えているもんですかあんたはただ、厄介払いをしてほっとしたいと思っているだけなのよ。 別れた女房が飲み屋の女中なんかをしていちゃ落ち着かないからどっかに片付いてくれれば先せ生いせいするそう思っているだけよそうなればもう相談をかけられることもないしあんたはもともとそういう冷たい人なんだから博クチしか目の中にないんだから言い募っている途中からお菊の声は湿って涙声になっていた 民は当惑したようにいつの間にかお菊の肩を抱いていた手のひらに体の温かみを感じ鼻になじんだ髪油の香りを嗅いでいるとすっかり忘れていた欲望が心の中に頭を持ち上げてくるようだった別れるほどのことでもなかったかもしれない 来る日も来る日もいさかい憎しみ合いお菊が別れようと言い出した時には心底ほっとしたことがなぜか遠い昔の思い出のように甘く思い返される民路はさっき飲み屋で見たお菊の離れしない硬い腰つきを思い出していた。その時 間違いなところで人目にさらされている肉親を見るような強い羞恥心に襲われたことももう一度心によみがえってくるだがおきくは男の胸から顔を上げると冷めた声で言った「今何時かしらもう4つ午後10時近いだろう」 あらじゃあ急いで帰らなくちゃどこまで帰るんだいお菊はその問いには答えなかった歩き出したお菊の後ろからゆっくりついていきながら民路はお菊が自分を許したわけではないと思った駿河屋の番頭という男に会ったのは おくに会ってから1月近く師走も半ば近い頃だった「駿河屋の番頭だって本所の三笠町の」「民事は驚いて聞き返したそこは深川の海辺大工町の裏側にある一軒の下田屋の奥で開かれている戸場だった」 30人近い男たちが盆を囲んで勝負を争っている鳥羽は島町の持ち物で悠吉という大貸しが取り仕切っているが民次はその夜遊びに来たわけではなく悠吉の手が足りないのを助けに来て駒札を売ったりお茶を配ったりしていたのである「あんたは知ってるのか?と」と 戸場の男は言った。名前は金吉というんじゃないのか民次は壺振りのすぐそばにいて金をかけているおも長でおとなしそうな顔をした男を見つめながら聞いた鳥羽の男はそうだと言った古いのかいまあ古い方だな。 通い始めてから五、六年にはなるな。かけ方がちょっと素人離れしている。若い時、賭場の飯を食ったんじゃないかと、そういう匂いがする男だ。儲けているわけだ。それはどうかな。そりゃあ儲かる時もあるが、そう続くもんじゃない。一頃は負け続きで、だいぶ損したようだな。 それでもびくともしないでかけているところなんざいい度胸だひどいことになったと民次は思ったそれだけ打ち込んでいるとすれば店の金に手をつけていることも考えられるお菊の相手がそういう男だとすればこの前聞いた嫁入り話はやめさせなければならない放っておけば 大きくがまた泣きを見ることになる早いとこをきっぱりと断らせないといけない一度不縁になった中土島にそんなにいい話が早速あるわけはないのだと民次は思いお菊に憐れみの気持ちが動くのを感じたその時 金吉が顔を上げて中盆に何か言ったのが見えた色白でおとなしそうな男だと思って見ていたのに中盆を見つめている目つきは鋭く険しいものに見えた民二はぞっとした金吉の目は紛れもないヤクザ者の目つきだったのであるその夜民二は 断りを言って早めに賭場を出ると扇屋に向かって急いだ五つ午後八時には閉めるという扇屋の前に立った時入江町の時の鐘が聞こえた民路はそのまま外に立ってお菊が出てくるのを待った客もその時刻にはあらかた帰ってしまうものと見えて 民事が立っている間戸を開けて外に出てきた客は3人だけだった彼らは外に出ると一様に寒そうに首をすくめ小声で何かつぶやきながら急ぎ足に去っていった闇の中に立っている民事に気づく者はいなかった 店の明かりが消え出てきたお菊は声をかけられると驚いたように身をすくめたがすぐにタミジだと分かったらしかったどうしたんですかお菊は少し警戒するように言ったタミジには近寄らないでじっとこちらを見ている少し歩こう。 民が先に立って歩き出すと後ろからおきくの寒そうな下駄の音が続いた二人はこの前と同じように五軒堀に突き当たり右に折れて立川べりに出た「どっちに行くんだい?」とタミジは言った左にまな板橋を渡れば 松井町の一丁目から弁天社の横を通り石置き場に突き当たって一の橋に出る右に行けば二の橋であるここで話を聞きますお菊は言った暗くてお菊の表情は見えないがこの前会った時よりも少し冷たい感じをタミジは受けた この前の話だがな、あれはやめにしな。と、たみじは言った。どうしてですかどうしてでもいい。よくねえ相手だから、やめろと言ってるんだ。たみじは少し乱暴な口調で言った。おきくはしばらく黙っていたが、少し突っかかるように言った。でも、 この前はいいだろうと言ったじゃありませんかこの,前はこの前だよくねえ男だと分かったから断りなあんたあの人のことを嗅ぎ回ったんだねふいにおきくが刺すように言ったこそこそと丘っ引きみたいにさバカ野郎タミジの手のひらが素早く動いておきくの方を打った 剣刀で殴ったのがまともに頬に当たってお菊はヒッと悲鳴を上げた金吉のことをあの人と言ったお菊のひと言が民路をいらだちに誘ったようだったお菊が小さくすすり上げたその声を聞くと民路はいっそう凶暴な気分に駆り立てられたその気持ちを抑えて 低い声で言った「お前あの男と寝ちまったのかそんなおきくは涙ぐんだ声で抗議した私はそんな女じゃありませんわかるもんか飲み屋で稼いで一人暮らしをしている女だまそれはいいやとにかく 奴にはきっぱりと断りなあの男はヤクザだ林町の方から来た夜泣きそばの屋台が二の橋の方に曲がるのが見えた屋台に吊るした赤ちょうちんが揺れて柳の陰に消えるのを民路は見送ったすると以前一つ屋根の下で暮らした男と女がこうして人目を忍ぶように 暗い中で会っているのがひどくみしめに思われてきた大きくも俺も不幸せな人間だという気がしたそういうふうに思ったのは初めてだった「わかったなあの話は断るんだ」。は優しいい口調で言い含めるように言った よくない男なのだ、金吉というのはな。でも、番頭さんなんでしょ番頭には違いないが、あいつは賭場に出入りしている。そういう男だ。わかったな。お菊くは答えなかった。暗闇の一部のように黙っていた。 高橋を渡った3人連れの男は森下町に来ると短い言葉を掛け合って2人が横丁にそれ五軒堀にかかる弥勒舵橋を渡る時には金吉一人になっていた「ちょっと」と民次は声をかけた弥勒舵と宗津島の神下屋敷の長い塀に挟まれた 寂しい場所だった金吉は立ち止まって振り返ったそのまま黙って立っている遅い月が昇っていて金吉の顔がよく見えた探るように民路の全身をじろじろ見ているがその顔には深夜人通りのない道で呼び止められた怯えは見られなかった ああんんたに話があるんだ、と民次は言った失礼ですがどなたさんですかと金吉が言った丁寧だが冷ややかな口調だった「俺か俺はお菊という女の身寄りのものだそういえば話というのは大概見当がつくだろう」 いいえ、一向に。金吉は少し笑いを含んだ声で言った聞かせていただかないことにはさっぱりわかりません話は簡単さお菊に妙なちょっかいを出すのはやめてもらいたいなあれは出戻りだが気のいい女だ仇面を作って素人女を引っ掛けようというのは悪い道楽だぜ 何のことをおっしゃるやら。金吉はどうしなかった。私は三笠町の駿河屋で番頭を務めているものですよ。仇面というのはどういうことかわかりませんが、お菊さんという人を嫁にもらいたいと言ったのがどこが悪いんですかね。番頭が聞いて呆れるよ。と民事は言った。 大方は店の金でもくすねているんだろうが3日にあげず鳥羽に通う番頭なんて聞いたこともねえやははあ手慰みのことが気に入らないなるほど私は博打が好きで鳥羽通いをしていますが別に店の金も使っていませんしおなの方向もちゃんとやっておりますよばっこい男だなあんたも。 民は苛立って一歩詰め寄った金吉は色白の無表情な顔でタミジを眺めている細い目だけがまばたきもしないでタミジの顔に注がれているあんたと話していると話がややこしくなっていけないよ店の方をちゃんとやっていようがいまいがともかく 爆地を打つような男はお菊は嫌いなんだところがお菊がそう言って断ったのにあんたつきまとって離れないそうだな何を笑ってるんだおい民次は鋭い声でとがめた金吉は民次がしゃべっている途中からクスクス笑いだしたが民次にそう言われると 「ようやく笑いやんだ」「やっとわかりましたよこりゃ驚きました」「あんたお菊さんの元の亭主でしょうが」「あんたが今おっしゃったので思い出しました私が諦めると言わないものだからお菊さんは元の亭主が怖い人だからその人に言いつけると言ってましたよ」「そう言われても私は別に」 痛くもかゆくもありませんでしたがねそれにしてもあんたも推峡な人ですな別れた女房のために一肌脱ごうなんてのはねそれとも何ですかまだあの人に未練があるということですかバカ言っちゃいけないよ相手がまともな男なら口出し何ぞするもんか赤飯耐えて祝ってやるさだが あんたは気に入らないね。わかりましたじゃああんたは別に関わりがないんだ金吉は不意に乱暴な口を聞いたこの話は私とお菊さんの間で決めますよあんたは手を引いていただきましょうか <laughs> 何の話かと思ったらつまらないことで手間取っちまった捨てゼリフを言うと 金吉は背を向けた「待ちなおい」民次が肩に手をかけた時くるりと金吉が振り向いたその手に合口が白く光っている民次は飛び離れた「しつこい人だぜあんたも」だがこれ以上手出しするとやけどするよ。 金吉の口調も顔つきもすっかり変わっていた金吉の目は細くなって薄く開いた口から歯が見えている金吉のことを昔鳥羽の飯を食ったことがあるんじゃないかといった海辺大区長の鳥羽の男の言葉が思い出された島町の鳥羽を手伝っていると時々 鳥羽の,の者とやりあうことがあった合口や菓子でこしらえた棒を持ち出すこともある金吉はそういう時のヤクザ者の顔になっていた一瞬背筋を寒気が走ったが脅されて引き下がる場合ではなかった勝負するしかないな民路は 腹を決めた忙しく辺りに目を配ったが戦う役に立ちそうなものは何も落ちていなかった民次は懐から手ぬぐいを出すと左拳から手首までそれをギリギリと巻きつけたするといきなり金吉が飛び込んできた鼻先に合い口がひらめいたのを民次は左拳で払った 金吉は続けざまに踏み込んでくる民路より上勢のある体を軽々と動かして喧嘩慣れした身ごなしだった相口を持っている手をつかもうと民路は隙をうかがったが相手はその隙を与えずにひたひたと押してくる背中を冷たい汗が滴り落ちるのを民路は感じた 顔から血の毛が引いているのが自分でもわかる左拳に巻いた手ぬぐいは切り裂かれて糸のような断片を幾筋も垂れ半分ほど赤い血で染まっているそれでも出ていけば刺されることが分かったタミジは一方的に押されていた 巧妙に逃げ場を立たれてついに塀に追い詰められた時民路は一瞬目の前が暗くなったのを感じた相手は意外な強敵だったのである顔を襲ってくる合口を右にかわし左にかわした時右手に塀の板が触れ手の触れたところが動いた。 釘が緩んで外れかかっている襲いかかってきた合口を左手ではじくと同時に民路は音を立てて引き離した板を満身の力を込めて相手の首に叩き込んでいた金吉は後ろによろけ喉をかきむしるような仕草をしたその頭に 民は容赦なく板をたたきつけた板が折れて飛んだ金吉は足元から崩れるように地面に転んだその手から合口を奪い取ると民ジは相手に馬乗りになったやろう粗い息を吐きながら民ジは叫んだ大きくから手を引くか おい引かねえならのどド笛かきってやるぜ民路はいい気分で島町の鳥場に入った年が明けて2月になっていたおきくにはみそかの夜に会ったきりでその後会っていなかっただが金吉が お聞くから手を引いたことは聞いていた。そして今日の夕方、顔を出した海辺大工長の戸場で金吉のその後の消息を聞いたのである。金吉は民事と喧嘩した後、大工長の戸場にばったり顔を出さなくなったが、三笠町の店もやめさせられたのであった。 店の金を二百両も使い込んでいたことが現れたのである鳥羽の男はそれを金吉の仲間から聞いた話だと民次に話したのであるこれであの男がお菊に言い寄ったりすることはもうあるまいと民次はほっとしたのだった民さんが来たら奥へよこせと親分が言ってましたぜ。 離れの鳥羽へ入ろうとした民次に英介という若い男が言った英介は鳥羽に来る客の下足番をしている民次が奥の長兵衛の部屋に行くとそこには来客がいた「そこにちょっと座って待ってな」と長兵衛は民次に言った。 長兵衛はお長な,な品のある顔で真っ白な髪をしている長身の背を伸ばしてきっちり膝をそろえて座っているところは鳥羽の胴元には見えない向かい合って座っているのは大島町の宮島屋という大きな植木屋の主人である宮島屋は太った大男で色も黒い。 知らない人が見ればこちらを島町と間違うに違いなかった民路を待たせて植木の話が長々と続いた島町は盆栽に凝っていて鉢をたくさん世話しているそれでは私は向こうで遊ばせてもらって帰りますかな。 宮島屋がそう言って部屋を出て行った後で島町は黙ってタバコをくゆらした入り口に座っている民次には見向きもしなかった親分何か御用が終わんなさるんでは足にしびれがきた民次が催促すると島町はじろりと民次を見た冷たい視線だった 待ちな。今人が来る四半時も待たされた頃島町の子分で普段兄貴と呼ばれている安次郎が入ってきた「弱りましたぜ親分」と安次郎は言った落ち着かない顔色になっている。 安次郎は朝黒い顔をした頭の切れる男で鳥羽よりも外に出ていることが多い落ち着いた物言いをし鳥羽の揉め事などは器用に裁くので島町の身内では一目置かれている男だったその安次郎が慌ただしい顔色で民地にもちらりと目を投げただけでそう言ったのは何か 大きなもめ事が起きている感じだった「秩父親は訴え出るというわけか」「へい親分に言われたとおり金は返してもいい」とまで言ったんですが何せ目がつり上がってしまっていてこちらの言うことなんぞ耳に入るもんじゃありません脅しをかけてみたか訴え出れば秩父親も爆地を打ったことが知れて島流しだぞ。 それが手を打ってあるからそんな風にはならないと妙な笑い方をしていますんで。入江町の親分にはあったか。へい、秩父屋が頑張るもんで帰りに寄ってきました。どう言ってたね。ただのゆすりに仕立てるしかなかろうと。後の面倒は見るとそう言いなすったんで。うむ。 島長はいらだったようにタバコ盆にキセルをたたきつけると深々かかと腕を組んだどうしますよかろう島長は腕組みを解くと民次を手招きした民おめえうちに出入りして何年になる 2>, ?2 年ですよしおめえこれから 入江町の徳蔵という丘っぴきのところに行ってだな富川町の秩父屋から金を八両ゆすり取りましたと名乗って出るんだ民路はあっけに取られただがすぐに頭から血の気が下がるのを感じた事情は島町と安次郎の話の模様からおおよそ推察がついている。 島町の鳥羽では時たまこれはと見込んだ客にイカ様をかけて借金を作らせることがあるあとでイカ様だと気がついても鳥羽に出入りした弱みで大抵の客は金を払って泣き寝入りするところが秩父屋という男はそうしないでその筋に訴え出ると頑張っているのだ 「訴えられて奉行所の手が動くようなことがあれば鳥羽は閉めなければならない」「それだけで済めばいいが融通が利かない役人にあたればそれ以上のお仕置きになりかねない」「島長はそこまで考えて民事を身代わりに立て秩父屋を脅して金を取り立てたのを民事一人の仕事のように作ろうつもりなのだ」 心配することは、ね、島長はキセルにタバコを詰めながら青くなった民じを慰めるように言った人を脅して金を取れば首を切られるが徳蔵親分がいるからそういうことにはならねえせいぜい江戸払いぐらいで勘弁してもらえるそれだけの手は打ってあるからおめえが心配することはねえ 江戸払いととっってもちょっとの間だ。行く先に手紙も持たしてやるしなあにすぐに呼び戻してやるさそうしたらちゃんと身内に加えて先々面倒見てやるぞどうした返事しな俺は嫌だ震える声で民次は言った いい気分で歩いていた道が突然に裂けてその裂け目が考えもしなかったほど深くて暗いのを見たようで初めて恐怖を感じていたどうしたいおめえは女房とも別れて一人暮らしだろうが身軽で一番いいたまにわらじを履いて旅をするのもいいもんだぞうん世間を見る目も広くなる 親分加盟してください俺は江戸を離れたりしたくねえんでどうしても嫌か「へいおめえにはだいぶ小遣いもやったし女遊びもさせている肝心の時に役に立てねえんじゃ男とは言えねえぞ」民次は青い顔をして首を振り続けた。 これだ。島町は呆れたように安次郎を見た。近頃の若いもんは義理なんてものはこれっぽちも考えねえ。とんだ無駄飯を食わしたもんだ。安、こいつを放り出して二度とここに足踏みさせるな。へい。放り出す前に、 この役立たずに痛い思い思をさせてやれ死なねえようにほどほどにな赤いものに目を焼かれたような気がして民次は目を開けたその目も腫れふさがって細くしか開かない目に映ったのは提灯の明かりだったその光の前に黒いものがちらつくのは 雪が降っているのだったあんたふいに女の叫び声がしてタミジは肩をつかまれたそれだけで全身に鋭い痛みが走り抜けタミジはうめき声を上げたあんたどうしたというのおろおろとタミジの肩や胸を抱きしめてそう言っているのは おくの声だった「おきくがなんでこんなところにいるんだ」とタミジは思った「喧嘩したんだねだから言わないことじゃないのに」あおむいているタミジの顔に冷たいせっぺんが落ち続けたその冷たさでタミジはようやく倒れる前に 荷の橋をを渡ったことを思い出した。島町の家から外の闇に放り出された時民路はそこで死ぬかと思ったのだ頭から足のつま先までツークが走り意識は時々暗くなった一人でいれば死ぬそういう恐怖に駆られてはうようにしてお菊の店に近い 二ののまでやってきたのだ雪はそこで倒れたその後で降り出したらしい「あんたどうしたらいいの?」お菊がすすり泣いて民二の方に自分の方を重ねてきた民二はお菊の涙で方が濡れるのを感じたお菊の涙は温かく気持ちよかった 立たせてくれ、大丈夫大丈夫だ手を貸してくれ」「ミジはお菊の体につかまりながらそろそろと立ち上がった」「腰や胸を鋭く刺してくる痛みに何度かうめき声を立てたが立ち上がってお菊の肩につかまると頭がはっきりしてきた」 「そろそろとタミジは歩き出した」「つかまっているお菊の肩の丸みが深い安堵を与えていた」「橋の上には薄く雪が積もっている」「提灯の光の中で暗い川面に吸い込まれるように降りしきる雪が見えた」「やけに降り上がる」「しゃべらないで」 黙って歩いて。歩い男ってものは勝手なもんだこんなざまにならないと女房のことも思い出さねえ俺は博打をやめたよおきくは黙っていたただ腰に回してタミジを支えている腕に力を込めた強い力だった お前うちの方は遅くなってもいいのかうちおきくはけげんそうにタミジの顔をのぞいたそれからまぶしそうな笑顔でタミジを見上げていったあたしのうちは横網町にしかないものちょうちんの光に浮かび上がった二人の影は二の橋を渡ると ひともないあいおい町の町並みをゆっくりと遠ざかっていったどこかで夜まわりの拍子木の音がかすかに響き雪は音もなく降り続けていた はいかがでしたかそれではまた次回お楽しみに